2018年6月12日5時30分、緊急解説、池上彰の米朝首脳会談 ST は6月12日、火曜日、に生放送、C、テレビ東京史上初の米朝首脳会談が6月1日、火曜日、にシンガポールで開催されるにあたり、同日夜6時55分より緊急特番、緊急解説、池上彰の米朝首脳会談 ST、テレビ東京系が生放送される。放送決定に、池上彰は、日々の大きな、ニュースは、やがて現代史となる。まさに今、歴史が作られようとしています。皆さんと共に、現代史の目撃者になりましょう、とコメントを寄せた。アメリカのドナルド・トランプ大統領と、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長、半年前は誰も想像できなかったであろう、史上初の米朝首脳会談がいよいよ開催される。朝鮮半島を含む東アジアの安全保障情勢の重大な転換点となる可能性があり、日本の外交や安保戦略にも大きな影響を及ぼす歴史的な会談を池上が生放送でわかりやすく解説する。新たな東アジア情勢に日本の戦略は、米朝首脳会談の疑問に池上が答えるまた、北朝鮮の核、ミサイル廃棄は本気なのか、午後にしたらトランプ大統領は攻撃するのか、日本と北朝鮮の関係、拉致問題はどうなるのか、それら気になるポイントを国内外各所と中継を結び、池上が迫る。日本の今後も大きく左右する、今まさに起きているニュース。米朝首脳会談の疑問を池上の解説で、すっきり解消しよう。テレビ東京の松岡健二プロデューサーは、史上初のアメリカと北朝鮮の首脳会談を池上さんの解説でお届けできることになりました。北朝鮮の目指しているのは何なのか、その下う枠を池上さんと読み解きたいと思います。ご期待ください、とアピールした、ザテレ